のび太です。よろしく。私の理解ができているのか、AI さんに判定してほしいです。問題は痛風です。私の答えを聞いてください。私は痛風。痛風とは体内に過剰な尿酸が溜まり、結晶化することで強い関節炎を起こしていることで、足の指に出やすい。一週間痛いが、その間は我慢をするのを精神的対応という。足の痛い場所を湿布して炎症を数日間、減らしていくやり方を対症療法という。体内で過剰に生産される尿酸を生産しない体の作り直しを行うことを根本的治療という。AI さん、これで正しい理解、言葉遣いと言えるでしょうか。100点満点で何点と言えるでしょうか。チャット GPT です。チャット GPT が答えます。あなたの説明は一般的に痛風に関する基本的な情報を含んでいますが、いくつかの言葉遣いの修正と追加情報が必要です。以下に、あなたの説明に関するいくつかの修正と追加情報を提供します。痛風ではなく、痛風、ガウトという用語が正しいです。痛風は、尿酸の過剰な蓄積によって引き起こされる疾患です。足の指に出やすいではなく、痛風の痛みは通常、足の親指、第一指に最もよく現れます。湿布して炎症を数日間、減らしていくやり方を対症療法という部分は正確ですが、痛風の対症療法には炎症を抑える薬物、ヒステロイド性抗炎症薬なども含まれます。体内で過剰に生産される尿酸を生産しない体の作り直しを行うことを根本的治療という部分は正しいですが、尿酸を制御する食事療法や薬物療法も含まれます。100点満点で評価するなら、あなたの説明にはいくつかの誤りや不足がありますが、基本的な理解はあります。修正と追加情報を加えると、より正確な説明になります。